おはようございます。星野瑠璃です。2023年、京都新聞杯と新潟大商店の予想。ということで、この動画では土曜日に行われる京都新聞杯と日曜日に行われる新潟大商店の予想をしていきたいと思います。まずは土曜日の京都新聞杯の予想をしていきます。まずデータを紹介していきます。 データその1、前走重症出走馬。過去10年中8年は、前走重症に出走していた馬が馬券に絡んでいます。馬券に絡んだ11頭中7頭は連帯していますので、連軸候補として期待できます。今年の出走馬で、 前走が重症だった馬はオメガ・リッチマン、マイネル・ラウレア、ドット・クルーの3頭となっています。続いてデータその2重症高走馬重症で3着以内の経験がある馬が過去10年で8頭 馬券に絡んでいます。今年出走する馬で重賞3着以内の実績がある馬は、形成杯2着のオメガリッチマンと、毎日杯3着だったドットクルーの2頭となっています。続いてデータその3。一番人気。 過去10年で一番人気は2章を2着3回となっておりまして合計で5回しか馬券に絡んでいませんのであんまり安定感はありません人気が割れる年が多いんですが去年や2020年など抜けた一番人気でもあっさりと 奔走することがありますので、注意が必要なレースです。今年の一番人気は、二連勝中の里のグランツになりそうです。二連勝中とはいえ、初勝利は三戦目ですし、圧倒的な勝ち方をしているわけではないというのが怖いところです。 データはここまでとなりまして、ここからはまとめに入りたいと思います。土曜日の京都はお昼頃から雨が降る予報となっています。どれぐらいの、どれぐらいばばが悪くなるか予想が全くつかないんですが、先週の日曜日よりはババが悪くなるというのは間違いなさそうです。 ということで、そんなことを踏まえながら、私の本命は、一番のオメガリッチマンにしたいと思います。形成杯は、サツキショーバ、ソウルオリエンスの2着でした。前走は6着に負けてしまっているんですが、直線で前が詰まるロスがあったので、スムーズならもう少し着順は上がってたと思います。 じりじりと伸びてくる馬ですので、直線の長い外回りコースはプラスになるはずです。今回は横山のりひろ騎手に依頼したことからも勝負気配がありそうです。以下は2番のマイネル・ラウレア、3番のドット・クルー、6番のサトノ・グランツ、7番のダノントルネード、9番のマキシ、12番のリビア・アン、リビ,ビアングラスまで。ということで、買い目なんですが、 三連複で流したいと思います。なので、三連複の一等軸流しで、1番から、2、3、6、7、9、12という相手6等で15点。このあたりで資金配分して購入しようかなと思っております。続きまして、日曜日に新潟で行われる新潟大商店の予想をしていきます。まず、データその1。 トップハンデ。こちらが過去10年のトップハンデ場の成績です。19頭出走していて、馬券に絡んだ馬は4頭だけとなっているので、かなり苦戦しています。今年のトップハンデは59キロとなっていて、空手とキラーアビリティの2頭が、 トップハンデとなっております。続いて、データその2。関東馬。過去10年で、関東馬と関西馬が和券に絡む頭数は15頭ずつとなっていて、イーブンなんですが、2014年から9年連続で、 馬券に絡んでいるのは関東馬です。馬券に絡む関東馬の特徴としては、前走が5着以内に構想している関東馬が9年中8年で馬券に絡んでいます。特に前走1着の関東馬が狙い目となっています。 今年出走する関東馬は全部で7頭いるんですが、前走5着以内だった馬は、スパイダーゴールドと早やっこの2頭となっています。続いてデータその3。一番人気。過去10年で一番人気は5頭馬券に絡んでいますが、 一生もできていません。最後に一番人気が勝ったのは2006年の大ミグラスワンになります。今年の一番人気は3連勝中のスパイダーゴールドになりそうです。スパイダーゴールドは大ワメジャー3区なんですが2000メートル以上の重傷では未だに重傷を勝てていない種母馬となっております。 ここまでがデータで、ここからはまとめに入りたいと思います。新潟競馬場は土曜日の朝から雨が降るので、かなり馬場が悪くなりそうです。なので、荒れた馬場が得意な馬を狙った方がいいかなと思います。ということで、私の本命は、7番のカレン・ルシェル・ブルにしたいと思います。 左回りは得意コースになっていて、5勝中5、5戦中3勝しています。雨が降っても大丈夫な馬ですし、客室的にも直線の長い新潟は合っていそうです。中山金牌は7着に負けてしまっているんですが、1着場から0.3秒差ですし、展開も合っていませんでした。前走も強い内容で勝ちましたし、 今回は実績場のハンデがきついので、57キロならここはチャンスはありそうです。以下は3番のレッドラメント、4番の湘南マグマ、6番のセーンハーデス、12番のヤマニンサルバム、15番のスパイダーゴールド、16番のハヤヤッコまで。ということで、買い目なんですが、3連服で流したいと思います。なので3連服の一等軸流しで7番から 3,4,6,12,15,16の6等で15点。このあたりを資金配分して購入しようかなと思っております。また、当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て勝負の解明を変更するということや買い足すということがありましたら、ツイッターの方に記載したいと思います。私のツイッターの ID は概要欄に貼り付けておきますので、よろしければフォローしてみてください。じゃあ、2023年。 京都新聞杯と新潟大商店の予想。こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またね